こちらあれですよね、うん、来年のユーロの棒です。え、本日発売、本日発売、最上級モデル、最上級モデルというか魔法の杖来た。お、うわすげえ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 。いやもうこれでしょ。次はもうこのボールのレビューということでよろしいでしょうか。そうですね。 AJ ユナイテッド UEFA ユーロ2020公式試合級。そうなんですよね。なんか前話してて、うん、僕らも実際買いたいなとは言ってたんですけど、まさか行った日がちょうど11月13日の発売日、本当にこれも最新すぎるボールということでね。でこちらの名前がユニフォリアという名前でして、試合級なので実際にプロのサッカー選手が大会使うボール、全く同じボールになっております。定価の方が1万7000円でなかなかやっぱするんすよね、試合級となると。サーマルボンディング仕様となってて、なるほど。 FIFA クオリティプロというボールの形状とサイズが試合中を通じて同じ状態を保つことを保証するため、丸さ、吸水性、跳ね返り、圧力低下等の、7つのテストに合格しているものがこの FIFA クオリティプロって言われてるんですよ。1試合通じて何も変わりませんよってことで、この名称ユニフォリアっていうのはサッカーが生み出す一体感、幸福感を意味しているそうです。ユニフォリアなんて俺初めて聞いたよ。いや俺も初めて言葉を。こちらのデザインなんですけど、初めてヨーロッパで12都市で開催されることになったらしくて、まあ様々なサポーターがこう国境を交わってくって意味でこのカラーリングとかデザインがされてるということですね。でなんでこのヨーロッパで12都市で開催されることになったかっていうと、この大会が60周年記念らしいです。え、そのなんか記念で12都市で開催されるっていう、だ特別なモデルなんだよねこれ。だってここにアムステルダムって書いてあるもん。やっぱだからそこの開催される都市が書いてあるわ。ではもちろんアセンティック加工、ハリボールになってるので天然芝用のボールになってます。すんごい天然芝。ただちょっと店長さん曰くパネルをちゃんと確認したところ、テルスターとこれ同じなんじゃないかなって言ってました。そうだからまあテルスターと今回はなんか比較とかしていけたらなと思います。あ、書いてある、2018年 FIFA ワールドカップの公式球、テルスターと同一の6枚均一パネル、6枚だからパネルが構成が安定すると、球体により近いんでね、アーバンパネルシェイプを採用したということで、アーバンパネルシェイプです。アーバンパネルシェイプか。だから樹海さんと一緒よ。え、怖えよお前、俺何からできてんねん。ボールです。あ、ボールか。だからみんなコメント欄で俺を蹴るみたいなこと言ってんのか。樹海さんの頭でフリーキックやってくださいとかあるんだから、すごいそれやばいな、マジで。俺も蹴りたくねえしな。いやいいじゃん、そこはさちょっと我慢して蹴ってよ、蹴ってよ、蹴ってよ。開封しますか。いきますか。さあ、ということで、うぃー、おぉ、かっこいいね。ただまだね、なんかビニールに包まれてるんで。確かに確かに。じゃあちょっとビニール破っていきますか。食べんな。来た。お、さあ行きましょう。さあ、あー、行きます。ちょっと待って、かっこよくないか。これかっこいいね。え、このさ、この筆で書いてる感、この一筆書き感、めちゃめちゃかっこいいんだけど。すごい、筆がすごいな。ね、ここら辺ちょっと余った感じで。しかもちゃんとね、これね、書いてあるんだよね。ロンドン、行きましたね。こういう感じで書いてあるんです。え、すごい、ちょっと待って。ロンドンの下になんか文字書いてあるんだけど、なんだろうこれ。なんか場所を表してるのかな。確かになんか座標っぽい ね。だからその座標ごとにしっかり位置付けされてんだね。うん、はい、ということで、はい、こちらが、2020のユーロで、もう切りすぎて汚くなってるけど、色変わったな。2018年のロシアワールドカップの時のね、はい、テルスターなんですけど、パネルはやっぱ一緒っすね。まあ、黒い部分で錯覚なんだけど、パネルは一緒です。で、この加工ちょっとプツプツしてるんだけど、よくよく見るとちっちゃい四角、丸じゃないんだよね。で、こっちもそうだね、一緒ね、こんな感じ。多分テルスターの方がちょっと汚れがあるんで、ピントがちゃんと合うから四角なのが分かると思います。すごい、ちょっとこっち分かりにくいけど、綺麗すぎて分かりにくいってだけなんで、加工は多分一緒ですね。これこんな感じ、全部パネル一緒だ。こっち、こっちで、これね、お前このパネルは多分違うぞ。俺6枚パネルか。1枚です。お前それ最強じゃねえかよ。雲も寄ってくるというね。え、これはスパイダー。はい、こちら5号球。
すごいいっぱい書いてあるけど、空気圧は800から1000。はい、一応今回もですね土でやるんですけど、まあ普通はこれ、天然芝用なんですけど、あの皆さんは天然芝でやってください。で僕らは土グラウンドでしか今できないので、跳ねやすくなってるので、空気圧を落として一番最低値でいきます。なので800からこれ1000って書いてあったので800入れて、でテルスターの方も800入れましょう。全然入ってないんじゃない ?210、20ぐらいやね。全然入ってないじゃん。全然入ってない。やっぱこの天然芝用のボールって、うん、あのメンテナンス結構大変らしくて、空気は抜けていく仕様になってるらしいんですよ、自然に。かだからちょくちょくね空気圧チェックして、でこっちも250ぐらいですね。800まで上げていきたいと思います、はい、もう超早送りで、おい今空気入れてんだぞこっち。テルスター喋るな、よく。800ありましたね。はい、ジャスト800。ユーロのボールね、空気入れていきたいと思います。綺麗だなボール。ボールにイケメンって言ってもいいのかな。イケメンだよね、どう見ても。確かに。はい、上映すな。今こっちのボールの話だから。いやいや、びっくりした、自分のこと言ってるから。言わねえだろ。最新ボールの方も空気入れております。やっぱ最新すごいな。最新すごいやろ。12都市で開催されるんですよね。もちろん12都市だけあって、カラーリングすげえもん。さあ、いいんじゃない。800っすね。はい、800ありました、はい、ジャストです。こちらの2つなんですが、はい、もう見た感じ一緒ですね。やっぱ説明にも書いてあった通り、テルスさんのパネルを採用されてると。多分加工の方も一緒でした、見た感じは。あと重さね、まあ多分重さも一緒なんで、ここが多分まあ同じだったら、まあ、ほぼほぼ一緒だと思いますんで、まあ一応蹴り比べはしますけど、全く一緒でデザインだけが違うということですね。はい、ということでラストなんですけども、タニタさんから出てます、こちらの、デジタルスケール、こちらの方で重さを測っていきたいと思います。日本製ってことですもんね。そうです、まあ、完全に検定級ということなので、うん、まあ、重さ絶対違っちゃおかしいんですよ。確かに確かに、まあ、ここは絶対同じなので、まあ、一応念のために測るだけ測ります。ただこれはもう蹴ってるので、重さに誤差は若干あると思いますんで、うん、まあ、そこだけ考慮してね見ていただけたらと思います。それでは行きましょう。はい、行きます。テルスさん424g。 続いてこちら、はいはい、433g ってことは 9g。 そうだね、だからこっちはやっぱ削れたりしてる分、うん、もう減っちゃってるんで、まあ、そこら辺誤差はありますが、まあ、このぐらいの重さということですね。そんなに変わんないもん。はい、あとほぼほぼ一緒か。重いなこれ。おい、あ、びっくりした、動いたから。びっくりしたじゃねえんだよお前。毎度毎度恒例の弾みチェックいきますか。出ましたね。まあ、ほぼ同じだと思うんですが。いきます。はい、ほぼ一緒ですね。まあ、なんとも言えないな。かなり蹴ってるっていうのもあって、うん、形状もちょっと変わってきてる部分はあると思うんですよ。こっちの方が弾んだよね、今。ちょっと弾んだ。一緒ですね。ということで、蹴っていきましょう。いきますか。はい。まあ、ほぼほぼ一緒なんですけど、まあ、この蹴った時の見栄えっていうのは絶対デザインで違うので、ちょっと蹴っていきましょう。同じタイプがもう一個ゲットできるってのはいいよね。確かに。どう？回転も回転した感じどうなんだろう。やっぱもう白黒だからさ。そうだ。行きます。あ、やべ。あ、危ねえ。はい、続いて、こちらですね。綺麗だな、マジで綺麗。テルスさんの時こんな白かったっけか。いや、蹴った感じは、うん、いや、テルスさんとほぼ変わんない。やっぱ一緒だわこれ。テルスタと一緒だ。見栄えだよね。あとデザイン性はいいよ。そうだね。やっぱ新しいボールだし、めちゃめちゃ綺麗。めちゃくちゃいいなこれ。ヨーロッパ感がすごい出てる。うん。ただこんだけ綺麗だとちょっと蹴るのもったいなく感じてきちゃうよね。うん。回転した時ね、綺麗。ちょっと目がチカチカするかなっていう感じがする。やっぱお なあ、ネズミのマスコットじゃねえんだから。夢の国。そうそうなんですよ。いやー、わざわざありがとうございます。全然来てないから。
それではまずショートパスからテルスターから蹴っていきたいと思います。ユーロボール。あ、ちょっと重く感じるわやっぱ。さっきグラム測ったと思うんですけど、テルスはかなり蹴ってるんで削れちゃって軽くなってると思うんですけど、新しいので9グラムぐらい違うんですけど、それでも結構違う。重い。ロング行こうか。はい、続いて、ロングパスなんですけど、今 30m ぐらい離れました。まずはテルスターから蹴っていきます。さあ、はい、続いて、ロンググラウンダーでユーロボール。さあ行きましょう。綺麗。続いてロングハイボールね、テルッサ行きましょう。はい、続いてユーロボールね。おお、はい、それでは振り切っていきたいと思います。まあ、どのぐらいカーブかかるのかっていうのは、まあ、テルッサと同じでは、まあ、あるものの、デザインが違うのでめちゃくちゃ曲がってるように見えることはある可能性があるから。確かに。まずテルッサが蹴っていきます。今のは完全にまぐれでいったわ。続いてこちらユーロのボールね、蹴っていきます。違いはないと思うんだよね。気持ちは違うから。気持ちは全然違う。ただやっぱ新しいボールなので、テルスター劣化してる分ちょっと硬い感じするけど、やっぱ弾力が最強。テルスターの最初の時やっぱ思い出すね。よしよしよし。ちょっと待って、入んのこれ。新品なので引っかかりやっぱめちゃくちゃあるんですよ。はい、ということで僕も何本かちょっとフリーキック蹴りたいと思います。で、まずはテルスターから。いや、本当に蹴り慣れてるもんな。今大失敗やった。
ちょっと一回ゴール割りてきたね。さあ続いてユーロのボールで蹴っていきたいと思います。あるよ、まだ。どこ行く、どこ行く。おお、いいじゃん。あー、やべえ。ここら辺、糞めちゃくちゃあるんだけど。今回このテルスターと私ユーロのボール違いを検証したんですが、ほぼほぼ一緒です。まあデザイン性によっては皆さんね、買ってみてはいかがでしょうか。ということでこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。